ウェーイ、いつも通りのコーナーみー。はい、早速ね、言語から選んでいきますか。いやー、めちゃめちゃ酒飲んだんですよね、今日も。6月2日ですもんね。ついにフットボール開幕ってことでね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですけど、僕、他の打ち上げじゃなくてなんだっけ。飲み会や飲み会。飲み会でめちゃめちゃ盛り上がっちゃって、もう、ちょっとなんか、イングトール、あ、始まったんだ、ぐらいの感じでしたね。なんか、僕、いつも在宅勤務なんですけど、ちょっと、ここ一週間だけ、出勤してて、オフィス行ってるんですけど、で、まあ、僕、まあ、6時とか、6時半ぐらいに電車乗るじゃないですか。通信リトライや、いつも通りや、コナミ。で、なんか、乗るんですけど、で、まあ、e フットボール、やっぱトレンド入りしてったんですよ。おお、始まってんだと思ったら、まあ、それはやっぱり、ね、コナミ、天下のコナミ様ですから。まあ、あれですよ。メンテナンスですよ。メンテナンスが、まあ、電車の中でできないかと思って。まあ、でも自分は、今日飲み会だから、まあ、夜に、まあ、こうやって実況できればいいかなと思って、今、実況してるんですけどね。ユーザー名はどうしましょう。またゲームでいきますか。まあ、僕と当たったらよろしくってことで、お願いしますね。え、ゲームしかいなくなったんだけど。半角、英数字だけ、知らなかった。皆さん気をつけてくださいね。ちゃんと見ましょうね。マジで酔ってんな。酔ってはないけど別に。なんか、気分いいっすね。やっぱお酒っていうのは。またゲームってことで続けましょうか。いやー、めちゃめちゃ飲んだな、本当に。宅飲みだったんですけどね、今日。あ、チュートリアル、後でいいや。いつでも体験できますもんね、チュートリアルなんて。まあ今日は引き継ぎ設定とかして終わりますかね。ちなみにね、僕 PS5 でもやってたんですけど、アーセナルとかにすると、アヤ、あの、アヤ、アジャック、アヤックスだっけ？アヤックスとかのチームになった時にめちゃめちゃ、ユニフォーム被るんで、結局なんか、バルセロナが一番いい気がします、僕的には。なんでまあ、バルセロナ、かっこいいっすね、バルセロナ。憧れもしますし、そのバルセロナ、昔の黄金期のサッカーがめちゃめちゃ僕好きで、バルセロナ大好きなんですけど、いやー、この3万は本当はでかいんだよな、PS5 では。ウェーイ、来ましたね。なんか、スタートアップに関するご案内。はいはいはい。はい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 。定期メンテナンスは毎週、まあ一緒ですよね、これは。やばい、ゲップが。オッケーっす。来ましたね。やっと。報酬受け取っていいんすか？ログインボーナス。まあ、こういうのは一括受け取りでね、いいと思いますよ。多分ね、普通にやってた人 GP バチクソ余ってるから、これで多分1年は遊べるんじゃないかな。課金なんかしなくたって。ニューゲームプレイアプローチ。あ、これ PS5 でも来てたやつや。すごい。あと何見よっかな。契約見よう、契約。でもほとんど持ってるからな、俺正直。いらないっちゃいらないんだよな。あ、全部一緒やね。PS5 と。ちなみにムバッペ最強なんで、ムバッペ買った方がいいっすよ。あ、メッシも最強だった気がする。ネイマールも最強ですし。まあでもね、ご利用は計画的にって感じでね、本当にすぐなくなるんで、高い買い物すると。まあそこが、え、買えって言ったの、もしかして。うわ、買わんと進まんやつよ、これ。だる。やっぱちょっと、マイチーム見て、確認してから買いたいと思います。はーい、ってことでね、選手何買おっかな。なんかパッと見たんですけど、メッシ、クリロナ、ネイマールのアイコニックはいたんで、まあ正直いらねえっていうね、誰も買わなくていいんですよね。ま、マジで本当に、マジで無駄金を使うみたいな感じで、今から。なんか好きな選手でいいかな。本当にいらないんだよな、どうしよう。
あ、ワンチャンネイマール買って、あのラインブレイカーネイマール当ててみますか。じゃあいきますよ。いけー、これでわかるんですよ、こっから。はい、お願いします。プリズム、いやーこれはダメですね。普通のネイマールでした、残念。まあこんな感じですね。まあ 1% なんでね、まあ正直当たるわけないと、なかなか厳しいですね。ちょっとね、声もねカスカスなんですよ、ね、今飲みすぎた、喉焼けちゃいました。ゲームプランで、え、結構僕最強だと思うんだけどな。そっか、0日になってるんや、みんな。なるほど。はい、なんか勝手に入ってましたね今。自由に選手を入れ替えてみましょう。なるほど。おい、ちょっとアチーブ達成しすぎて、こっち行ってみ、え、どうやって入れ替えんの。こうだよね、そりゃ。オッケー。さあ次は何すればいいんですかね。選手、ん、あ、これレベルトレーニングか。正直1個しかないんだ、売ればいいと思うんですけど。あー、これか、タレントデザイン。あー、これはね、まずおすすめはショートカウンターにしてとかですね、確認したいんですよ。これでどれぐらい上がるか。78か。割とポゼッションでも強い気がするんですよね、今作。なんでポゼッションにしてみたいと思います自分は。です。じゃあそろそろチュートリアル終わったら今回終わろうかな。明日は自分のゲットできたアイコニックを紹介したいと思います。で、多分今回終わったね。すいませんね、ちょっと声カスカスで。はい、ってことでね、今回は終わっていきたいと思います。ありがとうございました。